西洋薄雪草は、菊花薄雪草属に分類される、高山植物。花薄雪草と呼ぶ場合もある。ヨーロッパ各国において、単に、エーデルワイスといえばこの植物種を指す。ただし、日本には本種が分布しないため、薄雪草属に分類される、高山植物すべてがエーデルワイスと称されることがよく、ある。日本産種で本種に、 最も外観などが似ている禁縁種は、ハヤチネウスユキソウであると一般に言われている。ヨーロッパアルプスが生育地として有名であり、ヨーロッパのウスユキ相続レオンタポディアムは本種のみとされるが、実際にはイタリア半島東部からヨーロッパ南東部にかけてかなり形態の異なるウスユキ相続植物が分布している。 この植物は学者によりアシュエル・アルプイナム・ SSP ・ニーバレイとされたり、ベッシュエル・ニーバレイに分類されることもある。後者の場合、本種が L ・ニーバレイのアシュエル・ニーバレイ・ SSP ・アルプイナムとして扱われる。レオントポディウムニワレを L ル・アルプイナム・ SSP ・ニーバレイと扱った場合、西はピレネー山脈から東はトルコの山岳地帯までに生育している。 中央アジアの鉱山帯、シベリア、パミール高原、西ヒマラヤに産するものまでアシュエル・アルプイナム、SSP、パマイリカムとみなす場合もある。高度2000から2900メートルの鉱山帯の石灰岩地を好む。地上部には綿毛が密生しており、羊毛を被ったかに見える。開花径は20から30センチメートルほどまで伸びるが、栽培環境下では、 最長40センチメートルにまで成長したことがある。花は星のように長くて白い花びらを伸ばしているかに見えるが、花弁ように見えるのは法葉と呼ばれる変形した葉であり、本当の花はその中心に立った、計5から6ミリメートルの小さく黄色い筒状の花女、5から6輪がそれである。開花期は7から9月。多年生ではあるが、寿命はそう長くはない。 地上部を緻密に覆う綿毛は、高地環境へ適応した結果とみられる。本種に限らず、高山植物は、他の植物が生育し得ない場所で成長するため寒さ、乾燥、および紫外線から、植物体を保護する、何らかの仕組みが必要だからである。レオントポニウムに割れは草丈が本種よりずっと低く10センチメートルに満たない。また綿毛の量が、本種のそれよりずっと多い。 一般には、エーデルワイスの名で知られ、ヨーロッパで最も有名な鉱山植物である。エーデルワイスの名はドイツ語のエーデルと、バイスに由来する。ドイツ語圏以外でも、本種の定する白い外観は純潔の象徴と、捉えられており、ルーマニア語名フラリアーレギネーもこれに由来している。鉱山体に見られるため多くの地域において、山や山に関する事物に関連付けられており、 また花言葉にもなっている、純潔の象徴としても様々な事物にその名が引用されている。エーデルワイスの名を持つ事物の一覧については、エーデルワイスを参照。学名は、俗名、レオンタポディアムがライオンの足を意味しており、キリシア語のレオンとポジオンの合成語である、種商名は、鉱山に産するといった意味を持つ。スイス連邦及び非公式ながら、 オーストリア共和国の国家に選定されている。自生地では古くから消化器及び呼吸器疾患に対する処方薬として民間療法で使用されてきた。一方で園芸植物としてもロックガーデンなどで盛んに栽培されており、ヨーロッパアルプスの観光地では種子に苗、花や蕾のついた株をよく売っている。成長が早く極めて簡単に種子から育てることができる。 ヨーロッパアルプスにおいては、夏季に、鉱山帯に家畜をあげ放牧する習慣があるため、それら家畜の食害を受けたり、スイスの観光地などでは、開発により、個体数が激減しており、自生株自体がそう多くない。また、名や象徴から受けるイメージから、華やかな印象があるのだが、実物は開花中であっても、とても地味で、目立たないため、現地を散策し、 野生の本種を発見するのは難しい。本種は13世紀頃には、アルプス地方では、家畜小屋の群青用原料や薬草としてた量に使用されており、ごく普通に産していたことがわかる。薬草としても重要で、この頃は本種の名としてもバウホベイブレーム、ルールクロイテル、ブルートゥンゲンクラウトなど、多く病気の名をつけて呼ばれた。鉱山での牧畜が発展すると、 エーデルワイスの採取量は急増し、後次第に減少した。さらに18世紀頃から、チロル地方で長い名を嫌い、同じく薬草であったヨモギの一種であるエーデルラウテを真似て、エーデルワイスと呼ぶことになった。19世紀のロマン主義の台頭によって神秘的な、ものへの憧れとしてエーデルワイスは、愛やミさを献身など、不死、不滅のシンボルとして、 宿典や恋愛などに用いられるようになり、本種はさらに採取され、減少することになった。ついに本種はよほど険しい場所でしか見られなくなり、最終者が転落しするケースが続発した。そのため本種はアルプスの植物、ローレライトまで呼ばれ、これが絵画や彫刻のモチーフになった。本種の減少は政治上の話題ともなったが、具体的な保護策は随分遅れ。 スイスで最終禁止になったのは1909年である。だがそれでも観光客や地元の観光業者や花屋などは最終を行い続け、現在でも本種の野生株を見ることは極めて難しい。この賞は久保田 P82 ありがとうございます。